はい、モヘジです。沖縄から植物が届きました、オークションで入手した植物です。新聞紙をどかしてみますね。はい、こんな感じになってます。はい、何が入ってるでしょうか。それではそーっと取り出してみましょうね。おや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 、あ、いい株だな、嬉しい。あ、いい株だな、嬉しい。あ、いい株だ、嬉しい、嬉しい。でかいですね。私はあんまりこういうでかい植物を栽培するのは得意ではないんですけれど、それでもこういった植物好きなんですね。この鹿の角みたいな、こういったのに有名なコンゴリラの仲間に、リドレイという原種があるんですけれど、こんな風な、角みたいになるものなみたいですね。はい、これが、いいなと、ある程度大きさもあっていいなと思って、リドレーはちょっと弱いような感じはするので、もう10鉢ぐらい取り寄せたんですけど、全部枯らしてますのでね、それでこれを取り寄せてみました。これから生育期になるので、温度も気温も上がってくるので、栽培できるのではないかなと思います。はい、実はコウモリマンみたいなものはですね、嫌いじゃなくて結構好きなんですね。こんな風に、現在も栽培しておりますけれど、冬越しのために室内に入れてあるものですから、鉢が大きくて、小さくて上が大きくなっちゃうんで、ゴロンゴロン転がしてしまっ、転がってしまってですね、棚から落ちて結構傷だらけになってますけど、それでも、よく葉っぱが茂ってくれていますね。はい、珍しいものも前は持ってたんですけど、今はこれは普通の、コウモリランですね。はい、これは今洗面所で、水やりをしてたところです。これもコウモリランです。木漬け、板漬けみたいになってますね、こういうのは。はい、板につけてありましてですね、はい、こんな感じになってます。沖縄から届いたコウモリラン、どういうふうに植えようかなと、今から期待でいっぱいです。じゃあね、バイナラ、サイナラ、コウモリランだよ。なんといっても、ラン科の植物じゃなくて、シダの仲間だよ。じゃあね、バイバイ。